ファイヤー。これは何なんですか？あ、出したい。これがオートボタンで。そう、これはおすすめ。ファイヤー。こっちが酸味。酸味？そう、こっちは苦味。真ん中は？真ん中。の中間。そうそうそう。こっちはすっきり。こっちはコクがある感じ。真ん中は？すっごく。酸味と苦味の中間は？酸が。今回はどれでいきますか？まあ、これでしょう。好みに合わせて調節できるってことですか？はい。おお。ホテルに欲しいよな。ホテルいいっすね。すごい。おお。やばいですね。せっかくなんでこのカップで拭いて。おお。いい香り。ああ。次ますよ、ケイさん。よし。あ、これやりたかったですか？うん。いいっす、いいっす、やらしてあげます。そんな。おお、実はね、2杯目なんだけど、おすすめの方が好きだわ。すっごい柔らかくなってる。めちゃめちゃうまい。同じ豆なのに。酸っぱさも残せるし、苦味と深みも残せるのはすっごいかもしれない。すごいの持ってきてくださったんですね。うん、ありがとうございます。その日の体調とかにも合わせて味を変化させる、変幻自在にできるんですね。豆のポテンシャルを最大限に引き出すスーパータイガー。スーパータイガージュニア、何言ってんの。大丈夫でしょ。もう完璧です。本当にいいいいコメントありがとうございます。